どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はですね、みなとみらい線の新高島駅のね前に来ております。本日はですね、ウェスティン横浜というね今回宿泊しにね来ております。でここの駅からですね歩いて10分ぐらいということで、ちょっとねとうとうねホテルの方まで行きたいと思います。ということで本来ですね5月の下旬にね開業予定だったんですけども、結局ね6月の12日だから13日ぐらいにね開業延期になりまして、本日はですね6月の18日ということで、先週ねオープンしたばっかりということで、かなりね楽しみにしております。ということで早速ね行ってみたいと思います。ということでホテル到着いたしました。こんな感じになっております。ちょっとねかなり交通量が多いねところで、あの全体入れとね歩行者の方まで映ってしまいますんで、ちょっとこんな感じで失礼させていただきます。今ちょうどね歩行者の方が切れましたんで、こんな感じとなっております。かなりね、大きい通りに面しておりますね。ホテルもねこういった感じになっております。やはりね新しいところ、やはりね新しくできたねホテルという風になりますんで、めちゃくちゃビカビカですね。ということで行ってみたいと思います。それはですね、今ねラウンジで待機ということで、もうちょっとしたらねあの客室の方にね入れさせていただけるということで、ラウンジの方でねゆっくりしております。やはりねできたばっかりということで、めちゃくちゃ綺麗ですね。では神社へ。ということでしばらくねここでゆっくりして待ちたいと思います。それはねチェックインできました。今回はこちらです。2230号室ということで行ってみたいと思います。では中に入ってまいりました。いかがでしょうか。おー、いいですね。こういった形になっております。ベッドはこんな感じです。では右側から見ていきましょうかね。こういった形になります。ここはねよいしょ、ここにね物が置ける台があって、でその隣にゴミ箱ですね。でテレビのリモコンで、テレビですね、かなり大きいですね。こちらは60インチぐらいありそうですね。はい、かなり大きいですね。でここに引き出しに、これはホテルの案内ですかね。でテーブルがあります。でテーブルがあって、アルコール除菌シートと、ここに盆栽みたいなのがありますね。こちら日本を意識してる感じですかね。でここに、電気が1個あって、でソファーがあります。こういった形で、でソファーの隣にこういった感じでコンセントが、AC2つ、 USB タイプ A が2つですねあります。でこちらが
横浜の、こちらねシティビューっていう風になりますんで、まあ、横浜のねみなとみらいエリアとは反対側のね、景色っていった形になります。まあできればですねこちらがシティビューなんでベイビューの客室の方が、まあ、横浜の方がね綺麗に見える、まあ、横浜のみなとみらいがね綺麗に見えるっていった形になります。でもね結構綺麗ですね。うん、で下の方見るとね JR とか走ってるのも見えますんで、まあ、これはこれでねいいんじゃないかなと思います。まあ、本当に桜木町の反対側ですかね見れる感じになっております。ではね、ここに大きい鏡がありましてその下に空気清浄機があります。でこちらにですねまずここに USB のポートが2つあってで電気ですね電気のボタンがあって電話で地位充電がね対応してるこれは Bluetooth スピーカーなのかな多分スピーカーがついてるんでそうだと思います。でその下にはねちょっと分かるかどうか分かんないですけどここに USB と USB-C のポートもありますね。いやこれさすがね新しいホテルっていう感じですね。で引き出しには特に入ってないですね。引き出しには特に何も入っておりません。でちょっと今回ねダブルベッドの2ベッドルームということで結構入らないですね。はい、結構一番後ろまで下がってるんですけど両方は入らないですね。ということなんで一つのベッドを一番後ろ側取ってこんな感じですね。今回ね、ダブルベッドということで2ダブルベッドっていう感じですね。かなり大きいベッドが2つあります。まあ、今回ね家族で来てますんでまあ一つでも二つでも良かったんですけども、まあ、今回ね、二つにしていただきました。ではね、反対の方向を見ると、こちらにね、ミニバーがあります。こちらお水ですね。無料のお水だと思うんですけども、こちらね、初めて見るお水ですね。はい、これが無料のお水で、こちらがミニバーになってます。ネスプレッソがね、ありますね。で、こういった感じで、よいしょ。はい、こういったお菓子とかもね、入ってますね。でこちらがグラスでここにコースターとか入ってますね。で冷蔵庫にも飲み物がバッチリ入ってますね。まあこれはね有料っていった形になります。このまま左の方に行ってでここに多分これクローゼットですかね。はい、クローゼットになってます。よいしょ。でこちらハンガーですね。めちゃくちゃたくさんハンガーありますね。はい、でこちらに靴べらとかですかね。でこちらにパジャマですね。こちらはどういった感じですかね。これはあいいですね。よいしょ。これはセパレートタイプのパジャマが入っております。いやこれはいいですね。パジャマ持ってこなくていいですね。で下にねスリッパとシュークリーンですかね。あとこちらに金庫がね入っております。でその隣にはいこんな感じでガウンがね置いてあります。これはちょっと後でね使いたいと思います。あとアイロン台とかはねこちらに入ってます。これで以上ですかね。こっち側は、はい、入り口にはねこういった台とかもねあります。でこっち側にね大きい鏡があってでこっち側にねバスルームに抜けれるようになっております。ではバスルーム見ていきましょう。でこちらにねまたもう一個のねガウンが右側にあってこちらが洗面台です。いや非常におしゃれ、めちゃくちゃおしゃれですねこれ。で洗面台はですねこんな感じになっておりまして、こちらからタオルですね。で石鹸、これはボディーローションみたいですね。ボディーローションでこれは石鹸でグラスがあってあとティッシュですね。でアメニティの補充ということで、最低限のねセットが置いてあるということでもしね追加の場合はエクスプレスまで連絡をくださいっていうふうに書いてありますね。で下にバスタオル等々があります。で体重計とかもね下にありますね。では次にお風呂場です。入りましょう。はい、中に入りました。でお風呂場はですね可動式と固定式が2つありますね。でアメニティはこちらですね、ホワイトティーっていうブランドのやつですね。こちらはねあの小分けじゃなくてボトル型になっておりますね。はい、で浴槽が
こんな感じになっております。結構どうなんだろう、ビデオで映してるとねあんま伝わんないかもしれないんですけど、すごいね深そうですね。ちょっと入ってみましょうか。それではですね、ちょっと入ってみました。いやね、横幅っていうんですか、足はですね、まあ、正直足はついてしまうんですけども、かなりね深いですね。うん、ですね、ちょっともたれかかればすぐね肩まで疲れそうなんで、まあ、これはこれでいいんじゃないでしょうかね。めちゃくちゃ広いっていうわけではない感じですかね。東京エディションとかもねこんな感じだったと思うんですけども、まあすごい広いっていうのはね期待しない方がいいかもしれないですね。では次行きましょう。それではですね、あと見てないのはお手洗いですかね。はい、お手洗いがあとこちらにある感じですかね。はい、こんな感じで映ってない。はい、お手洗いがお風呂場の隣にあります。まあこちらは、まあ、新しいホテルなんでね、めちゃくちゃピカピカになってますね。そんなところでしょうかね。お風呂場からね、ベッドの方を見るとね、まあこういった感じになってまして、お風呂もね、透明のガラスになっておりますんで、プライバシーはね、あれなんですけども、ここは扉が閉めれるという感じになっておりますね。で、こっち側ですね。こちら入り口側なんですけども、ここも閉めれるのかな？あ、ここも閉めれますね。ですので、閉め切ってしまえば本当に完全のね、プライベート空間になる感じですね。はい、こんな感じになっております。ということで今回ですね、ウェスティン横浜ホテルね、一泊お世話になります。今回ですね、マリオットボンボンホテルポイント、もともとね、このホテルは3万5千から4万とかでね、最低ポイント一泊宿泊できるんですけども、残念ながらですね、私ちょっと直前でこちら押さえさせていただいたので、最低のね、ポイントの客室が空いてなかったんですよね。ですので今回ね、ポイントによるアップグレードということで、ちょっといい客室を押さえさせていただきました。それが 47,400 ポイントぐらいで、2ベッドルームっていうね、客室だったんですけども、まあ、今回ね、アップグレードしていただいてですね、こちらクラブルームの2ダブルベッドルームにね、アップグレードしていただきました。で、久しぶりにですね、こちらを入れていただきました。アップグレードされました。まあこれね、もう最近全然見なくなったんですけども、こちらね、久しぶりにね、キーケースの中に入れていただきましたね。まあこれもね、面白いんでいいですよね。で、ルームキーはですね、こちらは特にね、横浜だからどうたらっていうのは特にないですね。こちらはどこでもね、ウェスティンだとこのカードキーだと思うんですけども、このカードキーがね、いただけました。で、こういった感じですかね。で、今回ですね、このホテルは5月の末にね、開業予定だったんですけども、まあ、なんかの関係で延期になったんですよね。で、6月の12か13ぐらいにね、開業になったということで、今日ね、6月の18ということで、開業したホテルの初の週末なんですよね。ですね、かなりね、混み合ってるっていう話でした。で、ホテルのね、まあ、オペレーションっていうんですか、まあ、開業したばっかりなので、結構ね、混乱してる感じはね、ちょこちょこありました。ですので、オペレーション自体はね、しっかりするまではね、もうちょっと時間かかるかな、なんていうふうに思いますので、まあ、今回私の動画を見てね、行きたいなと思った方もですね、しっかりしたね、オペレーションになるにはね、しばらくかかるかな、なんていうふうに思いますので、その点はね、覚えておいていただければな、と思います。やはりね、新しいホテルってどうしてもね、新しいところで新しいサービスをね、まあ、始めるということで、絶対ね、混乱ある程度ね、起きるんですけども、まあ、すぐね、利用されたい方はですね、ここら辺ね、ご了承いただいた上でですね、利用していただければなと思います。で、今回、マリオットボンボンのプラチナステータスでいただけた特典なんですけども、まずここの客室のアップグレードと、レイトチェックアウトはですね、16時までね、利用できるっていう話でした。で、クラブラウンジはね、先ほど言った通り、ラウンジがね、このホテルにありまして、22階にね、ラウンジがあります。ですので今回ね、私22階に宿泊してますんで、歩いてすぐ出たらラウンジということで、非常にラウンジにね、アクセスがいい部屋にね、入れさせていただきました。で、それ以外にはですね、ウェルカムギフトということで1000ポイントもしくは朝食もしくはウェルカムギフトということで、今回ね、私は家族で来ておりますので、朝食をね、チョイスさせていただきました。で、朝食をね、チョイスするとレストランの朝食っていった形になります。それがね、フランス料理のね、ブラスリードゥケっていうね、
ところみたいで、そこのね朝食が利用することができます。でプラチナステータス以上持ってる方はラウンジでもね朝食利用することができるんですけども、あのレストランの方が、まあ、種類が多いのが多いのでおすすめっていう話でしたので、まあ、ここはね人によるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、朝食をチョイスするとそちらで利用できて、まあ、チョイスしないとラウンジで利用するみたいなね、まあ、そういった形になります。でまたですねこのホテルにはプールがありますので、もしねプール利用されたい方はですね、あの水着等々をね持ってきていただけるといいと思います。でプールの営業時間が朝8時から夜の8時までっていう風になっておりますんで、結構ね長時間やってるみたいなので、利用された方はですねぜひね利用してみていただければなと思います。あとねクラブミーティングスペースっていうのがですね1滞在2時間まで無料で利用できるみたいなので、まあこれもねあの利用していただくのもね結構いいのではないのかなと思います。仕事ねちょっとしたいみたいな感じで集中したい方はですね、ここ利用していただくのもねかなりいいのではないのかなと思います。ということでこちらねウェスティンということでラウンジも利用することができるっていう風になりますんで、マリオットボームねプラチナステータス以上ね保有されている方はですね、ステータス特典ね十分利用することができるのではないのかなと思います。ということで今ね午後の3時半っていう風になりますんで、カクテルタイムがですね5時半から利用することができるみたいなので、5時半からカクテルタイムですね。で、7時半からコーディアルタイムっていうのがあるみたいなので、まあそれもね、ちょっと利用できればね、皆さんにお見せできればなと思います。で、アルコールの提供時間なんですけども、5時半から8時半までね、こちらラウンジで利用することができるっていう風になりますんで、もしね、お酒飲まれたい方はですね、5時半から8時半の間にね、ラウンジ行っていただければ利用することができるっていった形になります。そういった感じですかね。ということでこちらねフェスティン横浜ホテル一泊ねお世話になります。ということであとね2時間ぐらいしたら、ラウンジね行きたいと思いますので、しばらくね仕事しつつゆっくりしたいと思います。 This is a Brooklyn bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please. ということで客室にね帰ってまいりました。今ね5時45分ぐらいで5時半からですねカクテルタイムね始まりました。いや今日ねあの開業した初めての週末っていうこともありまして非常に混雑しておりますので、ちょっとねあの撮れる範囲でね撮らせていただきましたので、ちょっと全部ではないんですけども、まあ、見ていただければなと思います。で食事に関してはですね非常に充実してたのと、デザートもね充実しておりまして、またね飲み物、ソフトドリンク、ビール、またスパークリングワインとかね、あとウイスキーとかね、そういったものがありましたので、マリオットボンボでね、プラチナステータス以上保有されている方はですね、かなりね、楽しめるのではないのかなと思います。で、これがですね、5時半から、7時半までだったかな、7時半まで利用することができるっていう風になりまして、7時半からですねコーディアルタイムっていうね、まあこちらもお酒の提供があるみたいなんですけども、まあこういった感じになりますので、まあ7時半になったらまたコーディアルタイムねちょっと見に行きたいなと思うんですけども、メニューの方は多分ねあの今のカクテルタイムは食事が出てて、多分コーディアルは多分これ食事下げられる時間帯でアルコールだけになるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあこちらもねちょっと時間がありましたらね見に行きたいなと思います。ちょっと私はですねちょっと非常に混雑しておりましたので、ちょっとビールだけねいただいてちょっと出てきてしまいました。ということであとね、2時間ぐらいですかね経ちましたらラウンジの方ねもう一回見に行きたいなと思います。ということで客室の方にね戻ってまいりました。今ねコーディアルタイムということで、ちょっと何の時間だかよく分かんなくて見に行ってみたんですけども、残念ながらですねこちら満席ということで断られてしまいました。こればっかりはねどうしようもないですね。今7時半でジャストぐらいに行ったんで、まあ8時ぐらいにもう一回トライしてみて、まあダメそうだったらこれはちょっとどうしようもないですかね。まあ今日ね初めての週末っていうこともありまして、かなりね混雑してるっていう風になりますんで、こればっかりはしょうがないですね。ということで客室の方にねちょっとゆっくりさせていただいて、また8時ぐらいになったらね、今7時37分ぐらいなんですけど、もう一回行ってみてね、ちょっとダメそうだったらね今日のところは諦めて、客室でねゆっくりしたいなと思います。それはね客室に入ってまいりました。ラウンジね入ることができました。でコーディアルタイムね、利用してきましたけども、このねカクテルタイムっていうのが、5時半から7時半まで利用することができて、7時半からですね8時半までコーディアルタイムということで、本来はですねカクテルタイムで、まあ、食事とアルコールがね提供されるっていう風になっておりまして、でコーディアルタイムで
アルコールとデザートっていうね時間になっているようです。で今に関してはですね、ちょっと今日はねかなり混雑しているということで、またね満席とかにもねなっておりましたので、今ね8時30分ぐらいでもうコーディアルタイムね終わる時間なんですけども、今さっきまでね食事も出ておりましたし、アルコールもね提供されていたっていった形になります。本来はね分かれているみたいなんですけども、ここまでね混雑してしまうと、まああれですよね、お客さん待ってる部分もありますんで、このカクテルタイムもね1時間で延長されたみたいなね、そういった感じになっているようです。でバーテンダーの方がねラウンジの方にいらっしゃって、カクテルとかもね作っていただけるっていう風になっておりまして、これねちょっと聞いてみたんですけども、本来はですねこのカクテルタイムのアルコールっていうのは、バーテンダーの方がサービスするのではなくてですね、本来ご自身でやっていただく、セルフサービスみたいになっているみたいなんですけども、今の時期だけですね特別にバーテンダーの方がついてカクテルとかをね作っていただけるっていう風になりますんで、これは開業間もないからね特別サービスみたいな感じになっているそうです。この動画見られてすぐ行かれた方はね、もしかしたらラウンジにねバーテンダーの方いらっしゃるかもしれませんので、昔ねメズム東京とかでもねこういったサービスがありましたんで、今はねもうちょっとメズム東京のラウンジ入れなくなってしまいましたけども、これもねかなりいいサービスっていう風になりますよね。ということで今日のところですね、こんな感じで休みたいなと思います。それではねまた明日です。それではおはようございます。今ね朝の6時15分ぐらいになりました。今ねホテルの前の通りに、ね、出てきたんですけども、こちらにねウェスティン横浜がありまして、こういったね感じの通りになっております。でちょうどね駅が反対側に、新高島駅で、こっちかな、そこにランドマークタワーあるんで向こうの方向ですかね、はい、に桜木町がねあるっていった形になります。いやちょっとね港未来のエリアから言うとちょっと外れてるオフィスビルエリアっていう感じですかね。で周辺情報から言うと、こっちにねポルシェのお店があるんですけども、これの裏あたりにですね24時間やってるローソンがねあります。でセブンイレブンもね向こうの方にあったりするんですけど、よくねGoogle マップ等々を確認してください。週末はね営業してなかったりねしますので、昨日行ったらねやってなかったりしましたんで、はい、こちらのねローソンは24時間でやってるそうなんで、これもねよくチェックしてから行くようにしてください。ということであとね45分ぐらいしたらね朝食の方行きたいと思います。でね6時半からですねラウンジがね開くそうなんで、一応ねラウンジね皆さんにお見せできればなと思います。ということでもうちょっとしたらですねラウンジの方ね行きたいと思います。ということで6時半になったらねラウンジの方に来てみました。今ね朝食のねサービスの提供の準備がねされている感じですね。でラウンジ自体はですね6時半から営業しておりまして、飲み物だけねいただけるということでコーヒーいただいてまいりました。うまいですね。この朝の時間からね利用できるっていうのはかなりいいですね。6時半ですからね。東京マリオットとかもねめちゃくちゃ早かったんですけど、あそこはもっと早かった気がするな。あそこは6時からでしたっけ。はい、ということで今ね6時半過ぎで7時からですね朝食開始になるっていう風になりますんで、そしたらね朝食会場の方にね3階のフランス料理屋さんだったかな行きたいと思います。このラウンジもですねかなり広いですので、このめちゃくちゃ広いラウンジがね昨日満席になってたっていうことなんで、かなり混雑してるのがね分かっていただけたかなと思います。ちょっと今ラウンジの映像を、ね、流してると思うんですけども、かなりね広いです。ですのでそんなに混雑しない時間はね結構ゆったり過ごせるのではないのかなと思います。それではねもうしばらくしたらね朝食会場の方に行きたいと思います。それはですねラウンジのね一番奥のエリアにね
ちょっとね微妙に見えてると思うんですけども、ここはねミーティングスペースですね。ここね2時間まで無料で貸し出していただけるそうなんで、ラウンジがねやってる時間帯は借りれるそうですね。まあ、ですんでね、まあちょっと話し合いとかねしたい方はいいのではないのかなと思います。ちょっとねカメラ越しだとねいまいち伝わらないと思うんですけども、ラウンジの奥のね一角のスペースがね利用できるっていう形になります。いやこれはね非常にいいサービスね、無料で2時間使えるということです。ということで朝食をね終えて、今ねここ23階のちょっとね端っこにねこういったあの座れるような、ね、スペースがありまして、こちらにね来ております。朝食ね非常に良かったですね。レストランとねラウンジ両方見てきましたけども、内容としてはねそこまで変わりはないと思うんですけども、やはりね種類はねレストランの方がね多いかなと思いますので、まあレストランの方はねおすすめっていった形になります。まあラウンジの方もですねそこまでねすごい少ないっていうわけではないですけども、まあ比べてしまうとねレストランの方が多いかなっていう感じになります。こういった感じですかね。一応ね映像の方ねあの撮れた部分に関してはちょっと今流れてると思うんですけども、ぜひね参考にしていただければなと思います。ということで本日の方はですねレートチェックアウトね16時までいただいておりますんで、今ね9時過ぎということで、ちょっとねホテルの方でゆっくりしつつですね、今回ね家族で滞在しておりますので、ちょっとねホテルとかテケとかもねしつつですね、ゆっくりね過ごしていきたいなと思います。こういった感じでですね、横浜のね景色も楽しめるっていう風になりますんで、ぜひねこの23階のフロアをですねぜひ来ていただければなと思います。ちょうどねこの方向のね奥の方に右奥に映っているのは、これがランドマークタワーですね。ですのでこの向こう側に駅がある、桜木町のね駅がある感じになります。でこちらはね奥の方に、まあ、海の方がね見えるっていった形になります。いやね非常に景色が素晴らしくいいので、この23階もぜひ来てみてください。プラチナステータスね保有されている方はチェックインもチェックアウトもね22階のラウンジでね行うっていう風になりますんで、本当にねここで来る機会がねないかななんていう風に思いますので、ぜひ来てみてください。ということでちょっとねチェックアウトの時間までゆっくりねしていきたいと思います。ということで時刻はですね3時半過ぎということで、そろそろねチェックアウトしていきたいなと思います。今回ですねウェスティン横浜というね一泊お世話になりましたけども、いや非常に良かったですね。やはりね新しいホテルということで、どこもねピカピカっていう風になりまして、またねあの客室ね盆栽とかもありまして、本当に和モダンみたいなね感じでかなりいいのではないのかなと思います。ぜひね動画見られてる方ね来てみていただければなと思います。で今回ですねマリオットボンボイのプラチナステータスで利用できた特典なんですけども、レートチェックアウトですね、今回16時まで利用することができました。で朝食2名分ですね利用することができて、もちろん子供もねうちは4歳なので無料で利用することができました。でラウンジですね、であと今回ですねあのウェルカムギフトとして朝食ね利用したんですけども、こちらね朝食をね選択していただくと、あのレストランで朝食っていう風になりまして、選択しないとねあの他のポイントとかウェルカムギフトとかね選択していただくとラウンジの食事っていった形になります。またね今回エグゼクティブクラブラウンジもね利用することができたっていう風になりますんで、マリオットボンボイねプラチナ以上ね保有されている方はかなりね楽しめるのではないのかなと思います。またねこのホテルにはねプールがありまして、今回私家族でね来ておりますので、息子とね利用させていただいたんですけども、まあすごい大きいプールっていうわけではないんですけども、あの横になってね座れるベンチみたいなのもありましたんで、かなり良かったです。またね、あのお子様のね年齢制限とかもありませんので、小さいお子様連れの方もですねかなりね楽しまれている感じでしたので、まあうちみたいにですね子供がちっちゃい方もですねかなりねいいのではないのかなと思いました。まあこういったところですかね。やはりねまだね開業して間もないホテルということで、まあどこもねピカピカですし、またね非常にホテル自体がですね綺麗ですので、ぜひねいろんなところね見て回っていただければなと思いました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。私のチャンネルですね普段ね解説動画が多いんですけども、たまにねこういった感じでマリオットとかヒルトンホテルで、ね、宿泊レビューね出させていただいておりますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。